私もあの昭和の激動の時代を走り抜けてきた一人なんですけども、当時の先輩たちが卓越した技術者精神と企業家精神に基づいていろんなものを作っておりました。その商品、製品に関してこれからご紹介していきたいと思います。昭和の技術シリーズの中から、今日はあの蓄音機、まさに音が、 蓄積されている箱ですね。この箱はそうなんです。これ開けますと、ここにレコードがあります。で、ぐるぐる回して、ゼンマイ仕立て。これはなんと、こう、このままかかるようになってですね。これ、電源も何もないんですね。単なる。これはゼンマイでかかるようになってです。そして、昭和の技術では素晴らしいと思うんですね。これがずっと、曲がずっと終わってきますと、自動にこう止まってしまうというすごい仕掛けです。 ええー、ゼンマイをこれで、こうぐるぐる巻くんですね。ですから、よくみんな疲れて、てダランとすると、こう、昭和の男たちが、ぐーって、巻くぞっていうようなことをやっとったんですが。まあ、そういう蓄音機であります。この蓄音機がですね、こ、れは大変だって言うんで、だんだん電気仕立ての蓄音機になっていります。これは、まあ、私があの、実際に持っていた、電気仕掛けのプレイヤーなんですけれども。 これは、えー、ビクター製ですねこっちはコロンビア製ですさて、えー、その前の原点になります蓄音機をご紹介していきたいと思いますこれはですね今度は電気でモーターを回す蓄音機ですこれはあの現場78回転の蓄音機なんですがこれもまた未だに落としますね なんか昭和のリズムが入ってりましたんですけどもこれはあの真空管のラジオになってまして真空管とモーターで組み合わせたこんなボックスの中から素晴らしい音が出てきます。これも当然あの曲が終わりますとカシャっと止まるような昭和の技術で出来上がっております。